はい、ロンゴちゃん、弟子一です。今回もガチンコマイル塾塾長暴露講座をお届けさせていただきます。今回のテーマはビジネスクラスで格安修行をする方法パート3です。今回もかなり興味深いお話になっておりますのでお楽しみに。ガチンコマイル塾よよ、はい、よろしくお願いします。はい、どうも。今日はどうですか？今日天気はいいですね。まあでも日本は、ね、日本なんですけど、最近台風のまた7号っていうでかいのが来て。台風があるんですね、もうね。そうです、今年結構多いみたいですね。もうこっちはもう雨はもう何日も見たことないんで。え、そうなんですか？そうなんですよ。もう16度ぐらいですね、またね。え、塾長ってもしかしてじゃあ梅雨とかそういうのはあんまり経験されないんですか？僕、梅雨ってないですね。梅雨って日本ですよね。そうですね、はい、ちょっとないですね、梅雨はね。梅雨っていうのは、それも結構塾長がこういつもなんかテンション高い理由の一つなんですかね。いや、雨とか梅雨っていうのは大事だと思うんですけど、はい、どうなんだろうな。結構変な病気になったりすることもあれば、まあ、そういう言い方は悪いな。病気とかほら、風邪でもなんか変な風邪とかね、はい、あ、いろんなとこ行かれてるかってことですよ。あと梅雨、そう、梅雨いないね、やっぱり。梅雨だと外出れる数が少ないじゃないですか、はい、その分うちでね、いろいろ勉強したり仕事したりはできるんですけど、はい、やっぱ外で制限されるからちょっと行動がね、薄くなっちゃうかもしれないですよね。なるほど。で、塾長って傘使ったことないんで。そうなんですか？そうするとやっぱ塾長濡れちゃうでしょ。はい、そうですね。かわいそうじゃないですか。そうなんです、意外でしたね。そうなんですよね。だから車も実際本当はもう全く乗らないんで、海外ではね、はい、まあ、その乗る場所はあるんですけど、はい、ほぼ乗らないでなるべく、通うみたいなのが多いんで、はい、こう外出るときもアーケードが、ね、ずっと家から続いててっていうところ。あ、そういうところになるべく、なるべくその方がいいですね。そうすると傘いらないじゃないですか、はい、なるべくそういうふうにしてます。へえ、はいはいはい。ところで今日は、あ、今日はですね、ところで今日は何ですか？今日ビジネスクラスのちょっとまた秘密を伺いたかったんですけども、ちょっと今までパート1パート2という形で、まあ、なんていうんですかね、こう機種を見たりとか、まあ発見元、海外発見をしてやっていこうだったりという話を、まあ塾長がしてくれたんですけども、ちょっとまたその続きとしてなんかコツがあるのかなってところでですね。ああ、そうか。そうだね、やっぱり、そういうのってのは大事なのは歴史なんですよね。え、歴史ですか？そうそうそう。あ、そうそう。やっぱりこう、なんていうのかな。例えばビジネスクラスね、はい、30年前のビジネスクラスでどうだったんですかとか、はい、そうすると、そういうの順番にこうどういうふうに動いてるか見えるじゃないですか。はい、そうするともうこの先見えるんですよ。いや、当然ほら、その後ろ見ても勢いとかわかるじゃない、はい、そうすると、あ、じゃあこっちに曲がるっていうのは大体わかるわけですよね。なるほど。でも突然その場所に乗り始めたら どっち行くか分かんないし、はい、で勢いがどのぐらいなのかも分かんないから、そうすると、もう歴史を見てると大体分かってくるんで、はい、そうだな。例えば、まあ、ANA さんっていうのはもう海外飛んでなかったんで、ほとんど、はい、僕がいた頃って飛んでるとこあったんかなぐらいの。ANA さんって国内線みたいな、それしかないんじゃないのみたいな、そんな感じでしたよ。あ、そうなんですか。飛んでたけど多分飛んでないみたいな。いや、本当そうなんですよ、はい、多分数箇所じゃなかったでしたかな、海外に飛んでるのは。僕の頃は、そうすると、で今度逆にそれだったフラグシップだったその JAL、はい、がやっぱ大使館先にこういろいろ人が大使館にいるわけじゃないですか、はい、大使館員が日本の、はい、そうするとその人たちのために飛ばさないと直行便を、はい、だからもうガラガラでも飛ばしてたよね。でそれでも合ってたわけよ、はい、人件費とか安かったし、はい、あとなんていうのかな、しっかり企業の人たちがお金を落としてくれてたから、はい、ただ驚きなのはさ、チケットあるんじゃない、はい、
チケットはなんか昔と比べて安くなってるような感じはするんだけど。あ、そうなんですか。そう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 、めちゃめちゃ安くなってる感じはするんだけど、だね、安いやつ出てきちゃったりしたからね、はい。まあ、今ビジネスクラスの話だから、ビジネスクラスの話するとかなり高くなってるね、僕の感覚から言うと、高くなってる。そうだね、制限付きのビジネスクラスっていうのは確かになくて、はい、なくてっていうか、ある程度の制限付きあったんだけど、やっぱビジネスクラスどのぐらいかな、3割ぐらいは高くなってるね。そんなにですか。そうそう、だからもっと安かったんです全然、はい。で、座席がね、これが面白いんだけど、はい、座席に関してはだからこの間も話したけど、めちゃくちゃしょっぱいんですよ、とにかく。しょっぱい、しょっぱくてどうしても、しょっぱいっていうのは座席が倒れないっていうか、はい、倒れないんですよ。スカイラックスシートとか知ってます？スカイラックスシート初めて聞きました。スカイラックスって知らないんですか？はい、タイプしてる。やばいですね、スカイラックス。スカイラックスっていう名前の座席シートだったんですよ、昔は、はい、で、スカイラックスって出てこないんですか？あ、今検索してます。スカイラックスは当たり前ですよ。スカイラックスが当たり前でしょ、だって。あ、出てきました。え、出てくる？スカイ、ちょっと僕も見るよ。え、みんなもちょっと検索してね。スカイラックス、あ、出るじゃん、はい、シート。え、今、おい、ちゃんと JAL のスカイ、え、まだスカイラックスってあるんじゃないですか、これ。だって現役で出てますよ、これ。そうです、JAL で出てきてますね、はい。なんか国内線みたいな感じ。そうですね。あ、そうなんですか。あ、ちょっとわかんないですけど、イメージとしては。あ、スカイラックス、あ、これね、新しいタイプのスカイラックス、この1個 前があるんですよ、うん。あ、あるあるある。そう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 、スカイラックス、そうそうそう、これのもう、これスカイラックスシートってすっごい出てよかったんですけど、はい、これがもう最高って言われてたんですよ、スカイラックス。あ、ビジネスクラス。そう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 。でも見てもらうと分かるけど、ほとんどリクライニングはちょっとしかしなくて。そうですね。そうそうそう、そんな感じの、これスカイラックス。でもこれスカイラックスの新しい形だね、はい。この前のやつがあって、もっとひどいのがあったんだけど、それがほとんど飛んでる、まあもう一個前ひどいのがあったんだけど、そういう時代だったんだね、僕らの場合ね、はい。ということはみんな見てもらえば分かる通り、おかしいんだよね、座席っていうのは、倒れれば倒れるほどスペース取るわけじゃない。そうですね。そうすると座席数が減ってってるはずなのよ、ビジネスって。はい、だってね、前は斜めだったのにフラットになるわけじゃない。そうですよね。そうするとどん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 こう座れる人が減っていくわけじゃない。はい、そうしてくると、金額もね、まあ、当然高くなっていくっていうのはしょうがないんだけど、はい、シートの質もどん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 良くなっていってるわけよ。うん、例えば今角度が悪くてフラットになっていろんなものがついたり、なんていうの、アメニティがついたりとかいろいろあるわけじゃない。はい、そうしていくと、ごめん、何言いたいんだっけな、ごめん飛んじゃった、何の話してたんだっけな。あのスカイフラックスのシートから、まあ、進化してきてるっていう話をしてきました。あ、そうそうそう。スカイラックスです。もう一個は、そこもう一個あった、エグゼキティブクラスってわかるよね。エグゼキティブクラス、なんか、マジでそっちかった。本当に、本当の話ですか、それ。いや、ちょっとよくわかんないですけど、エグゼキティブクラスっていうのがあるんですよ。それは飛行機のなんかビジネスクラスみたいな感じですか。そう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 、エグゼキティブクラスっていうのがあるんですよ。エコノミーとファーストクラスとかと、あとエグゼキティブクラスっていうのがあるんですよ。昔のビジネスクラスのことをこういうふうに言うんですか。あ、違いますか。いや、そうなんですよ。実はビジネスクラス、昔っていうか、JAL だけビジネスクラスって言わなかったんですよ。はい、JAL だけエグゼキティブクラスって言ったんですよね。で、その JAL エグゼキティブクラスで、まあ、チェックインしたり、チェックアウトしたり、まあ、いろいろ、チェックインとチェックアウトしたり、いろいろやってたんですけど、はい、まあ、一番、その、ビジネスクラスで面白いなと、僕がその頃思ってたのは、はい、何だったっけな、言うこと完全に忘れてるよ、僕。さっき大切なことを言おうとしてたんだけどね。はい。あのね、ごめん、悪いんだけど、インターネット途中で見させるのやめてくれる？すいません、失礼しました。僕、カチャ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 って見るじゃない。はい。そうすると、言わなきゃいけないこと全部忘れちゃったよ。はい。やばい、これみんなに怒られちゃうね。そうですね。大丈夫です。うん。大丈夫ですか？はい。まあ、ビジネスクラスってそういうもんです。
なんか今ちょっとこう、流れとしてはまあ金額が 30% ぐらい上がってるっていうところで、うんうんうん、そうですそうです、塾長がまあ歴史ということでですね、うんうん、あのスカイラックス、ああそうそうそう、思い出した、はい、やっと思い出した、もうダメだね、やってる最中にインターネット見たら、もう 僕そっちのに入ってっちゃったもん、懐かしいと思っちゃって、すいません、うん、だからそのまあシートの方はどん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 良くなっていってて、はい、でどん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 僕的にだからね、はい、僕的にどん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 悪くなってるものなんだよ、なんだと思う。サービスとかですかね。あ、サービスは変わんないかな、ちょっと上がったぐらい。あ、そうなんですか。 ANA さんはよくなってるよね。例えば、うん、JAL さんなんかは外人を雇ったりしてるから、はい、外人がいないとして、日本人だけだったとすると昔の JAL さんと今の JAL さんってなったらサービスは上がってるんじゃないってみんな言うかもしれないけど、そんな変わんないですね、時代の流れと比べると。あ、そうですか。うん、下がってるものって何だと思います、僕的に。よ、ご飯ですかね、じゃあ。そうだね、うん、みんな美味しい、 JAL は美味しいとか、はい、ANA さんも美味しいとか、はい、それからなんとかコラボとか言ってんじゃない、フランス料理シェフとかね、それから日本料理シェフコラボとかって言ってんじゃない、うん、僕的にはレベルが昔よりも、サービスの方はちょっと上がりぐらいでね、はい、今言ったように食事だけはちょっとやっぱ落ちてってる感じがするんだね、うん、で、うん、ただお酒とか飲み物に関してもランク下がってんじゃん。そうですか、うん、だからどっちかっていうとシートだけわーっと良くなってってて、はい、その食事の方はちょっと抑えてってると、そういうイメージだよね今ね。あ、そうですか、うんうん、だからあんまり言わないもんね今、飛行機乗っていやこうあの食事がすごかっただったとかって、僕たちの頃結構そういう話があったんだよね。あ、そうなんですか。うん、食事が良かった、これあれだったとかこうだったとか、はい、そういうのを楽しみながら新婚旅行に行く、はい、っていう設定だったからね昔はね、ビジネスクラスって乗って、うん、なるほど。今はどっちかっていうと機械的になってきたのかな、まあ、正解かもしれないよ、だって寝ていた方が絶対いいんだもんね、はい、あのビジネスクラスは。だからなるべく横にしてあげるようにして、はい、そんなに食とかそういうのにあまり、こだわらないというか、はい、そういう方向に持っていってるかもしれないね。うん、でもチケット自体は上がってるね、とにかく、はい、まだまだ上がっていくような感じしますね。これからも上がっていくってことですか。上がります上がります。これはもうなんていうのかな、うん、だからトレンドとして食が落ちてって、はい、シートがまあ戦争になってくるからね、上げてはくるんだけど、はい、シートももうそろそろほらフラットになってきて個室みたいになってきてるから、もう限界状態まで来てるじゃない。まあ、そうですね。うん、そうそう、そうするとまあ次来るのがもう僕的には値段が上がるという、そっちの方に行ってくるね、うん、なるほど、うん、値段上がってくると思う。実際上がってきてるよね今も、はい、ここ数年の流れからしても上がってきてるから、はい、まあ、でじゃあ皆さんどこ行くかっていうのをこれ分かります、どこに行くか。いや、めっちゃ上がってくるってことで、乗る人と乗らない人が分かれてくるってことですか。そう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 。で日本人っていうのは絶対的にANA とさ JAL だったわけだね、はい、それがね少しずつこの発展途上国の飛行機会社のビジネスに乗るようになってくるわけよ、はい、うん、そういう方向に流れてって、なんていうの、上級会員を別会社で取ろうって人たちが多くなってくるね、はい、あ、安いところというか、うん、そうそう、最近だから特に外人でね、まあ、気がつかないかもしれないけど外人のダイヤモンドって結構最近多いのよ、はい、え、それハイで終わっちゃうんだ。あ、でもこの前何回か見てびっくりしました。あ、やっぱいたでしょ、はい、うん、最近多いんですよ、はい、で増えてってるんですよ、どん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 。やっぱり外人さんにしてみればあれだけのサービスで、あれだけの機材で、はい、でビジネスクラスってだったら ANA、JAL に乗ろうっていう感じなんだよね。そういう感じなんですね。そう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 、当然それは、アジア行き来したりするにしても日本で一回トランジットしてでも ANA、JAL に乗ってやろうみたいな、そういう人がいるってことなんだやっぱり。じゃあ外人さんから見たらお得というか、いい得なんだよね、うん、やっぱ日系の飛行機会社って得っていうことですね。なるほど、うん、ところが今度僕たちの世代になってくると、はい、うん、そっちじゃなくて僕たちちょっともうちょっとお安くお得にビジネスに乗ろうってことで、はい、発展途上国のビジネスに乗り始める、可能性が非常に高いですねこれからね、はい、なるほど、
うん、安いんですよ。やっぱりあの日経で乗ると、5、60万するとか12、3万とかね、20万とかあるから、そういう風になってくるかな。しかもスターラでね、そっちの方スターラインズだったら、じゃあアナさんのやつ手に乗っていくということもできるし、本当に激安のところだったら、ゴールド取れちゃうからね、簡単にね、スターラのね。うん、そういう人もまあ増えてくるというそういう感覚はあるよね。はい、うん、ただあと、まあ、僕が一番大事にしてるのは、はい、そのビジネスクラスだったら、はい、方面によって乗る飛行機は全部変えなきゃいけないから、え、例えば、うん、そうそうそう、いや、あの、例えばアメリカ行きだとかアジア行きだとか、はい、中東行きだとか、あとヨーロッパ行きだとか、はい、そのオーストラリア行きだとか、その方面によってやっぱり、乗るビジネスクラスの飛行機を変えていかなきゃいけないんで、やっぱ損する飛行機会社ってありますから。それはエアラインを変えていくってことですか。そうそうそう、当然そうです。そういうことになりますね、うん、ANA さん一本やりでやるとやっぱ損しちゃうので、はい、うん、ANA さんが高い時はやっぱ避けなきゃいけないし、はい、うん、そういう時に安い飛行機会社っていうのはあるから、はい、それやっぱ常に見つけていかなきゃいけないですよね。うん、うん、それなんかあの塾長流のここに行くときはこれ乗れみたいなのなんかないんですかね。あ、あります、あります。で、そうです。それは、はい、え、分かるよね。いやいやいや、それだとかわいそうだから、はい、これあのヒントとして言うと、はい、例えば1回見つけるじゃん、あ、安いって、これ何これって思うじゃない、はい、そうすると翌年も同じ時に時期に安いから、うん、その時期っていうのは彼ら の、 国としては弱いのよ、飛行機会社として、はい、例えば僕らだったら5月のゴールデンウィークってあるじゃない、はいはい、ゴールデンウィークはそんなに忙しくはないんだけど、例えばゴールデンウィーク、はい、JAL とか ANA の飛行機に乗ろうと思ったらめちゃくちゃ高いじゃない。そうですね。そうそう。ところが他の国のこと、国はゴールデンウィークないじゃない。はい。だからガラガラなきゃ逆に。うん。で、だからそっちの方に、そっちの方のビジネスクラス乗るとエコノミーより安かったみたいな。そういう現象が起きてくるわけよ。はい。なるほど。だからその、うん、わざと、あのその時期の国として国の政策としてあまり人の動きがないところで日本は動きがあるみたいな、はい、そういうところをこう逆に狙っててぶつけてって取っていくといいよね、このビジネスクラスは、うん、とんでもない品ですね、うん、ありがとうございます、うん、そうするとめちゃめちゃ良くて、はい、でそれがまあ1年繰り返して同じように来るから、はい、あとさっき言った方面だけどこの方面はこれ乗れっていうのがあるので、はい、それはほらもうここで言うと相当やばいじゃない、はい、うん、みんな乗っちゃうからそれで、はい、でそれがどん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 一回ガチンコでしゃべ話してとんでもないことになっていくことあるから全部禁止とかってなったことあったんで、はい、そうです、うん、だから一応それはほらフーポチで、Eメールアドレス登録してくれた人だけに、はい、その話はこう教えてあげるようにしてくれたらいいんじゃないかな。あ、わかりました、了解です。うん、ぜひそれちょっとビデオかなんか作って教えてあげてもらいたいね。あ、そうですよね。はい、ぜひそんな感じでどうでしょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、ガチンコマイル塾いただきありがとうございます。 YouTube では決して公開のできなかった気になるグーポチの続きは今回この YouTube の下にあるこちらの URL から随時公開してますので、ぜひ無料登録いただければなというふうに思ってます。今なら期間限定で爆発的にマイルが貯まる謎の日常動作集を特別無料プレゼントいたしましていたさせていただいてますので、ぜひ、興味のある方は、こちらの URL より、アクセスいただいて、こちらより、無料でプレゼントを、ゲットいただければなというふうに思ってます。こちらの特典は期間限定になりますので、ぜひお早めに登録いただければなというふうに思ってます。では今回はこれで終わります。ガチンコマイル塾をいつもご覧くださって本当にありがとうございます。